ストックトンは第二次世界大戦でのアメリカ海軍のグリーブス級駆逐艦の一隻。艦名は海軍軍人のロバート・ストックトンにちなんだ艦として3隻目となる。ストックトンは1942年7月24日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港し、1942年11月11日に浸水した。そして、 1943年1月11日に R.E. ブラッティ大意識下で収益した。テスト公開の後、1943年3月15日、大西洋艦隊に編入される。5月28日から1944年1月3日まで、ニューヨークと北アフリカ間の輸送船団の護衛を4回行った。その後ストックトンは第7艦隊に編入され、 アドミラルティ諸島の戦いに召集される。2月29日から3日間にわたり艦砲射撃を行いロスネグロス島への揚陸部隊を支援した。3月19日にはマヌス島ゼイアドラーワンへの揚陸支援を行う。4月22日のフンボルト湾への揚陸及び5月17日の枠出島上陸の際には対空、対戦系海艦として参加した。 5月27日からのビラク島の戦いでは沿岸砲の攻撃により小規模な損傷を受ける。6月12日中央に爆撃を受け航行不能となった駆逐艦科クをフンボルトワムへ,へ移行した。その後もニューギニア方面の作戦に従事する。8月22日にストックトンはニューギニアを離れパラオ攻略を行う第3艦隊へ返入され、10月14日まで 護衛活動に従事する。ワシントン州シアトルで検査をした後、1945年1月24日、真珠湾にて訓練を行う。その後2月10日から3月9日にかけ洋島の戦いへの航空支援を行う護衛空母の護衛を行うが、2月21日、神風特別攻撃隊第2を立て隊により護衛していたビスマークシーが沈没し、ルンガポイントが損傷する。 3月18日からは、沖縄戦及び日本への空襲を行う艦艇への補給部隊の護衛を行った。沖縄戦前前日の3月31日には、沖縄島南東線 26km 地点付近、北緯25度29分統計128度35分、北緯25.483度統計128.583度、 25.48328.583において、駆逐艦モリソンと共に以後第8潜水艦を撃沈した。また4月上旬、給油艦、アシュタブラ及びエスカランテと相次いで衝突し、右舷側に大きな損傷を被った駆逐艦ソーントンに対し、放棄命令を出している。10月15日、ストックトンは日本を出発し、シンガポール及び、 ケープタウンを経由し、ニューヨークへ帰還した。1946年5月16日に退役し、サウスカロライナ州チャールストンへ開港される。1971年7月1日に除籍され、解体された。ストックトンは第二次世界大戦で8つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。